ハットは、アメリカ海軍の原子力潜水艦。パーミット級原子力潜水艦の6番艦。艦名は、アメリカ合衆国及び、カナダ沿岸に生息するカラフトマスにちなむ。その名を持つ艦としては、ガトウ級潜水艦44番艦以来2隻目。ハットの建造は1959年3月3日に、ニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所に発注される。 1960年9月9日に帰港し、1962年8月18日に、ヘンリー・エム・ジャクソン夫人によって、命名、浸水し、1964年12月16日に、艦長ジョン・ジー・ウィリアムズ・ジュニア中佐の指揮下収益した。1965年1月のコネチカット州、ニューロンドンでの成長後、ハトは、母校のサウスカロライナ州チャールストンに2月8日、 到着し、第四潜水戦隊に合流する。その後大西洋、カリブ海で活動し、7月7日に地中海に向けてチャールストンを出港した。地中海では、第六艦隊及び、ナトー軍の艦艇とともに、多くの演習を行い、11月7日に母港に帰還した。ハットは1967年まで、大西洋の母港からの活動及び、 第6艦隊での配備を交互に継続した。ハットは1991年6月12日に退役し、同日除籍された。その後ワシントン州ブレマートンで原子力艦再利用プログラムの下に解体が始まり、1992年6月20日に作業は完了した。ありがとうございます。